はいどうもリッチです。さあ今回もフロッサム続きやっていきましょう。さあなんかレシピに魚がないんですけど、どうしたんですか？変わった？なんか魚のこれかなあ、なんか変わってますね。ちょっとこれ作ろういやこれ木だけになったんですね。レシピじゃあそれでいいじゃん。オッケー。まあ、一応アルファが12から13に変わったので少しシステムが変わったみたいですね。なんか増えてないか。あ、こっちが北なんだ。こんなんでしたっけ？ UM の変わってる気がするね。ここに一旦とどまろうとしてたんだよね。もうちょっとこっち移動するか。いやー、いいねいいね、変わっていきますね。ただまだフリーズとか怖いんでね、あんま試せないこともあると思いますけど、例えばね、今ここにありますこのねくるくるマークついたこの絵、これキャンセル押すとフリーズするんでずっとそれは変わんなかったですね。水がないですよ。海藻、あ、ちょっと変わってない。なんか前ほんのちょっとだけだった気がするんだけど、成長したからかな。あ、ぽいね。取ればいいのに。とりあえず魚は取れるんで、回収進めよう。これはありがたい。このアイコン。これあるだけで変わりますからね。できたらランドマークだけでも示してほしいな。いい意味ね、変わっていきますね。こっちか。これズームしたらいける？まあ、ちょっと近づいたかな。ここだね。まあ、一石でいいかな。燃料用の金属いきましょう。でしばらくここにとどまっていきますか。やはりこれ作らないと食料がやばいですね。どんな感じなんだろう。焼くのかな？え、これできてんの？あ、干すんだ。あ、木と別になったんだね。だからこれ壊せるんじゃないかな、うん、その可能性もあるよね。これくらいか。これいらないな。でも壊したくないね。何解体しちゃいけないか分かんないんで、恐怖です。解体することに恐怖を覚えるっていうね。一応泳いで取ってと。魚自体は無限に取れてるんで、まあ、こうやってねいやいやいや、前の方が好きだな、こっちの方がね。こういう干し方なんですか？見せしめですかね海に対してこうなるぞと、お前らも上がってきたらこうなるぞと。へえ、上から吊るすわけでもなく下から突き刺すんですね。一応今回料理とか行きたいと思ってるんで、まあ今言ってるのはランドマーク回収物をゲットして、まあ、寿司行きたいんで10ポイント貯めていきますか。必要なものは金属、主にネジ10個ですけど、取れんじゃないかな。これ何ですか？燃えてますね。戦争後ですか？あ、レスキューか。あ、いやいや、マーク消してよわかんないってこれじゃあ。まあとりあえず言いましょう。ここにこれは増やそうかな。どうしよう。時間は一緒か。水がないよと。一人ね、優先でやらせよう。こう水くん作ろう、水くん。オッケーで、ちょっと人救えると思うんで、そういう動きもしたいんですけど、まずはこの中でしっかり資源集めて燃料をね作らないといけないなと。ちょっともうストックしていきたいね。薪もいいかな、しばらくはいいんじゃない。どうしよう、ネジか。料理すぐできないと思うんでまだいいかな。今回収等ですね、進めていってると。これ動かそうかな、一応蒸留機動かせるは動かせるんでね、最悪ありかな。魚めっちゃいるんだけど止めようか。まあここの分だけなんで、まあ、そこまで多くはなんないかな。まあ腐るわけでもないんでね、倉庫でも作るか。いや水ね、これもう一個作ろうかな。なら結構いるね、よく作ったな。ネジ作っとくか。まあ、5にいやまずこっちになるか。でもこれやってたら薪を相当使うと思うんで、まあ、3つ稼働のタイミングが来るんじゃないかなと。でこれやってて10分後ね、種があと分けすぎじゃないか種種が10何個かあるね。これやんないと。食料はまあいいか、設定だけしてほしいですけどね。まあ木は1箇所でいいかな。あ、帰ってきた帰ってきた。やることが多いよね。オイルやってか、ちょっとオイルはやめとこうかな。一旦生活に必要なやつをやって、ちょっと余裕が生まれたらオイルを取ればいいかな。腹減るからこれやっぱやんないとやばいな。もっと料理する場所作ろうかな。それならね、これもう一個作るか、料理場を作るかで、ポイントはまだか。あれ終わってないめちゃくちゃあるんだけど、これ行ってますか。本当に行ってますよね。で水だいぶできましたけど、やっぱ19とすぐね言われるんで、まあ繰り返しはいるだろうと。で木一旦いいかな。これ2人が良くないかな。まあいいや。まあ、干す用の木が26本あるんで、まあ、これうまく干しながらその分をちょっとずつ薪に変えていけばいいと。 OKOKOK、 だいぶ絞れたかな。でこの間にね回収に行ってほしいですけど、あのほかが金属だね。最後のネジいったんで、作るか。ちょっと細網ですか。あ、こっちか。ロープか。ロープいっぱいいりますからね、ちょっと作っときましょう。倉庫とかでも使うんで、今5個だっけ、うん、ちょうどいいね。生魚めちゃくちゃ多いな。変換しないとね、早くこれ通路がないからね、こう泳いでいくっていうね、画期的なスタイルで。戻りは歩きと。栄養値が低いんで全然いても稼げんな。これ消せるかな。お、オッケーオッケーオッケー。ここでもしバグるパターンであればキャンセル押すと止まるんでね壊すかどうかで分かりますよ。オッケーナイス。さあしばらくここにいても大丈夫になってますね今ね。前のように移動を繰り返すような感じじゃないと、まあ、だいぶ周辺に資源があるんでねここに入れますけどどうしようかな。どこまでいるかだよね。燃料ゲットしたらかな。まあ今はあるはあるけど、まあちょっと貯めてマックスにしてから移動するとして、砲撃でも決めとくか。マークがないから前より分かりづらい気がするけど、こっちから来てるよね。変わったかなこれ。人すくやつだよね多分。こんな周辺にいっぱいあったっけ。あれこんな金属ありましたいっぱい。金属なくて こっち来てると思うんで、こっちか多分。こっから流れてきてると。どっち行こうかな。こっちかな。人いますし。人しかいないか。まあ、北かな。周り回って北から来てると思うんで、こっちかな。でも何にもないね。ちょっとまあ移動はちょっとずつしていけばいいか。こっちの方がスクラップ的に余裕なんで、こっち行けばいいかな。マップの構成も変わってる可能性あるよね。だ彼らはねちょっと後悔の日記をつける方がいいと思いますよ。どっから来たかが分かってないんで一回戻ってきたのは確定してるんですけど、どっちから戻ってきたんだろう。回収を泳いでして、あ、これはダメなやつだね。壊す気がないんで。どっか別作りましょう。ここでいいかな。遠いかな。どうせ泳ぐでしょ彼ら。近い方がいいかな。これは置けないんですね。どうで行っちゃうんだろう。あ、遠そうだけどこれいいかな。でちょっとずつ薪が足りなくなってきてるんで、とりあえず5個5個で10個なんで作ってもらって水を温存と。やっぱ作ってるか。じゃあこの2つ今無力化されましたねキャンセルできないと思うんで。燃料を取るオイルにして、本当は海藻いってほしいですけど、スクラップ的にあるもんね。よしスクラップ消そう。海藻取ってこよう。で取ったら移動しよう。あ、これか。で次船乗るときは多分海藻行くだろうと。リミットつけようかな。水一応60までなんですけど、まあ、今なら30あればいいだろうと。これくらいから薪もまあちょっと無限作りで20あればいいだろうと。ここで制限できるね。オート機を制限できるんで、水ちょっと20でいいか。魚やってその間に干すだけでいいんだよ、干すだけで。めっちゃありますね。まだまだ余裕はあるか。今種持ってかなかった?植えるんですか?あ、植えるのか。これ増やそうかな。10分なんでね。今種の量に対してこれ全然足りてないんで。置いてもいいか。結構使うか。木ですね。12本。ここね、まあ、単純に使ってしまっているんだとにしてもいかないね。設定してるよね。32532 めっちゃ魚いるね。海藻いいか。よし、木回収してもういっちゃおう。ずらかろう、こっからで。そうですね、今回6人目いっとこうかな。人、いやでも食料が食料の量ってこれ多分もう人手の量的な部分もあると思うんで増やせばいけないか。水はもういけますからね。てかリミット超えてるよ。止めて。よしよしよし。で木を取って、まあ、薪用の燃料を貯めておきながらいやでもいいでしょって。え、止まんないね。リミット15とかにする。今持ってくるこの木の量の倍の薪ができるんで30とかあればしばらくは持つかな。よし、こいつが戻ったらいきますか。金属の方角へ。この辺くらいでいいかな。ん?取ったかわかんないね。これいったやつの可能性も全然あるもんね。この辺真ん中入るか。これ3点取りいけない。3点取りいけるね。よし、来たかが全く分かんないここ。お、いるね。ニコルいいよ、助けてあげよう。これはあ、水だ。反応どこよ。水はいいかな。食料が欲しいです。これは取ったんだね。取ってですね、マップから消えてほしいですけどね。取ってるんで。これ水取って一旦切る。あ、一応リミット、あ、そうか、これでリミットさえ上限超えるんでしばらく止まるだろうと。あんまいらないか。ちょっと一旦レスキューしてあれやったらすぐ終わるか。まあ、この木でも取りますかね。これはそんだけしかないんだね。助けた。じゃあ移動かな。そこまでいるメリットないな、ここに。どっち行こう。金属前取れなかったんで、金属、これ燃料か。こっち方面行ってみるか。あんま行ってないと思う方が多分こっちだと思うんで。まずは助けてる。あ、乗ってる。しかも前回なんかワープしたよね。すごいとこ載せるなガン見されてるじゃん。魚えぐ、めっちゃいる。オッケー、お、仕事してくれてますね。あ、こんな感じなんだ。これ何、燃やしてんの？オイルにする？何してんだろう。手拍子みたいなことしてますね。ここの魚すごいな、圧倒的な生産力で。多分キー取りに行ったよね。ランドマークに行けないんだけど、なんでだろう。ランドマークこれか、こうか。2人つけてみよう。行くかな。これなんなら満タンですからね、ずっとね放置されてますから。回収後か、回収要員1人入れるか。運搬系の子ね。で水の子、調理の子。いや欲しい、もっと欲しいよ。カモメ欲しいんでちょっと移動しましょうか。水いったかな。よし、何回で終わる。あれ一気にやろう。この辺これかな。取った後のがいいよね。この5が欲しいんですよ。だからまあ何でもいいから取りたいんで、まあ、今回の場合水になっているだけなんですが、どこで降りるんだろう。前ね詰まったりもしたんで、その辺もちょっと把握しておきたいけど、まあ、だいぶ挙動良くなったね。1個前やばかったですからねどうやって取ったんだろう。すごいな、奇跡的なバランスで保ってますね。めちゃくちゃもう刺さってるぐらいか。でこうですよまあ来るかわかんないね、タスクがあるんで。さあ、木が0本ということでね、基本巻きに変えてるっぽいですね。まあこれがギリであると。で魚はもう串だし、これがこれ焼けるっていうね、すごいですね。焼けるというか、まあ干してるか。この船なんかあれじゃない、使用不可能じゃないですかそんな気がするんですけど。これ入れてないんで全てにして、これ魚だけではないんだ、ではないんだけど、そうなっちゃったんだね、成り行き上。よし移動するか。うん移動しよう案外難しいな回収するのが。こっちかな。何にもない気がするけど、お、これを回収してるかどうかで移動するか考えるか。カモメはいないですかね。カモメのマーク覚えてないけど、走りみたいなやつだよね。これではないと思うけどぽいよ。この辺か。お、金属40いらないな。金属40はちょっとやめてほしいわ。ありますからね今。別に入るかな。入らないと。お、また金属か。いってるね。燃料食べないと。あ、まずいますか、燃料を作れないと。どうしよっかな。あ、こっちよかった、こっちで。縛ったら、まあ、作っていくか。カモメがどれなんだろうね。まあ、一回捕まえようとしたけど、あれですよね、確かに2話だからやめたんだよね。そのリソース的な部分で。今ならいけると思うんで、なんとかカモメちゃんをね、ゲットしていきたい。ペット枠。これキャパシティとこれ合ってないね。船まで終わったか。多分今このゲーム解体が機能してないんで解体押しづらいね。スルベージュボット今実績一隻ね、実績ん実際のとこ一隻かになっちゃっていると。まあ、作りましょう。これ消せたらいいんですけどね。解体これでもできなかったらまた増えるよ。解体待ち増えますけど、やってくれ。船ごと行けばいいんですよね。あ、船だけ行けばいいのか。ちょっととりあえずここまでにしますか。キャンセル押せるかが分かんないんでちょっと押しますね。セーブだけしますか。さあ、あ、いけるいけるいける。オッケーオッケー。これキャンセルできましたね。これキャンセルすると止まるんですね。さあ今回これにしましょう。